限界原発再稼働反対。限界原発再稼働反対。限界原発再稼働反対。すべての原発直ちに廃炉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 。直ちに廃炉。直ちに廃炉。さっさとやめろ。さっさとやめろ。直ちに廃炉。直ちに廃炉。さっさとやめろ。さっさとやめろ。廃炉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 。原発やめろ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 。イギリスに原発売るな。構いません、不安症を持ったスタッフに、看板袋を持ってますので、お気持ちいただけたら幸いです。今日配り始めたチラシが、0311原発ゼロ国会前大集会福島ともに未来へ、今年の3月11日は日曜日です。で、5時から7時という時間
国会正門前南側と、首相官邸前であります。正門前はゲストの方が来ます。官邸前はゴール中心です。毎年この日だけは来るという方結構いらっしゃいますので、まあもちろん毎週来ていただきたいんですが、しばらく来ていないお友達の方とも、お誘い願えれば幸いです。フライヤーが3番4番、ちょっと1番前にもありますので、どんどん持っていてポスティングをしてください。で、原発止まるキャンペーン、続けてますが、あまり署名正直伸びてませんが、紙の署名用紙、それと、のネットでも署名できます。これどちらも続けてやってまして、署名の締め切りが伸びる可能性があります。特にエネルギー基本計画の方で、まだまだこれから話題になってくると思いますので、皆さんも、リーフレットをお配りして、あるいは、ポスティングして、皆さんに広げていただきたいと思います。とりあえず首都圏半期末連絡は以上です。東京に避難してきております、避難当事者団体避難生活を守る会です。私たちが主催します広域避難者集会2月12日、四ツ谷で行われます。この原発を再稼働させないためにもやはりこの避難者がの存在が重要なんだと思っております。避難住宅は打ち切られてしまいましたが、私たち避難住宅に残留して消されないぞというふうに頑張っております。今日2月12日は私たち私東京の鴨下優也、それに大阪からですね、森松明子さん、サンクス&ドリームですね、東日本大震災避難者の会、大震災避難者の会サンクス&ドリームの森松明子さんを迎えまして、対談という形で行っていきます。それからさらに、この東京への避難に来ております避難当事者のリレートークもあります。どうか皆さん、お集まりください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、その他反原発脱原発関係の告知がある方いらしたらマイクを差します。はい、では寒い中お疲れ様でした。来週も6時半から8時、国会前は6時半から7時半講義します。お疲れ様でした。終了します。